だよ。授業が長引いちゃってごめんなさい、マリナさん。うん、逆にごめんね、急に呼び出しちゃって。全然大丈夫ですよ。あれ、他のみんなは？そろそろ来ると思います。ちょっとカスミ、走るの早すぎだって。やっと追いついた。カスミちゃん、校門を出た途端いきなり走り出すんだもん、びっくりしたよ。だってマリナさんとの待ち合わせの時間ギリギリだったんだもん。あれ、アリサは？かすみ、てめえだ。あ、アリサ来た。遅いよアリサ。私が走るの苦手だって知ってるだろ。学校からここまでノンストップで走るのすっげえきついって。マリナさんを待たせたら悪いと思ったから。つうか、みんなお前の補習が終わるの待ってたんだろうが。マリナさんに呼び出されたんだよ。待たせるわけにはいかないじゃん。マリナさんにはいつもお世話になってるんだし。だからかすみの補習がなければ普通に間に合ってたっつうの。空気を読めて。本当に元気だね、かすみちゃんは。まあ、かすみから元気を取ったら何も残らないんで。そんなことありません、いろいろ残ります。例えば？愛とか友情とか。漫画の主人公かお前は。けどマリナさんが私たちを呼び出すって何かありました？ひょっとしてかすみがまた何かしでかしちゃったとか。私何もしてないよ。してないですよね、マリナさん。安心して、別にそういうことで呼び出したんじゃないから。うん、よかった。もうアリサ、驚かせないでよ。実はね、ポピパのみんなにちょっとお願いがあるんだ。お願いですか？マリナさんのお願いなら何でもやります。何でも言ってください。早すぎるっつーの。安請け合いしすぎだろ。まずはとにかく話を聞けて。実はね、今度全国各地のライブハウスが集まって開催されるイベントがあるんだ。各ライブハウスがブースを出して物販したり、ライブハウスの代表がステージでライブしたりするイベントなんだけど。あ、私そのイベント知ってるかも。確かロッキンスターフェスとかっていう。そう、それ知ってるんだ。私スペースのバイトしてた時参加したことあります。ブースでタオルとか T シャツとか結構売ったよ。なるほど、それじゃあ話が早いね。実はそのイベントをあなたたちポッピンパーティーに手伝ってもらいたいなって思って。わかりました、もちろんやらせてもらいます。ね、いいよねみんな。私お店の手伝いでそういうの慣れてるから、マリナさんの力になれると思います。ちょっと待って、もちろんみんなにはブースでの物販も手伝ってもらいたいんだけど、一番のメインはそれじゃないんだ。え、一番のメイン？それってどういうことですか？ポピパのみんなにはサークルの代表バンドとしてイベントのステージでライブをしてもらいたいと思ってるの。え？私たちがイベントでライブ？しかもサークルの代表バンドとして？うん、うちではいろんなバンドがライブしてるけど、今回はポピパに出てもらいたいなって思ってね。あ、思ったより責任重大だね。私たちがサークルのバンドとして？あの本当に私たちでいいんですか？もちろん。正直言ってポピパより演奏が上手いバンドはたくさんあるけど、ポピパの演奏を聴いてると不思議と元気が出てくるんだよね。あなたたちの演奏をたくさんの人に聴いてもらって、みんなにも元気になってもらいたいって思ったの。ありがとうございます。マリナさんにそう言ってもらえると本当に嬉しいです。
やってくれるかな。やります。私あそこでライブやりたい。おたえ？なんかおたえが前のめりになるって珍しいな。前にスペースのスタッフとしてイベントに参加した時、いつかあのステージで演奏したいって思った。それくらい本当に楽しいステージだったんだよ。おたえがそこまで言うならやるしかねえよな。おたえちゃん一緒に頑張ろうね。ということはかすみ、答えは出たんじゃないかな。うん、満場一致で決まりだね。マリナさんよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。